ビルゴは津軽海峡フェリーが2014年4月15日まで運航していたフェリーである。船名はゼウスとテミスの間に生まれた女神の名前から命名されている。ビルゴは青函連絡船の廃止に伴い青函航,航路の充実のために建造された初代ベニリア型の2番船であり、展望室の設置も本船が2番目。典型的な中距離航路仕様の船であり、 2000年からは、セーラン航路でも使用されるようになった。また、初代ベニリア型のベニリア、ビルタスは、すでに引退しており、ベガも川崎近海汽船にリースしていたが、2013年に引退した。過去には、セーラン航路に配線されていたこともあったが、青森港、第三バースの工事により、横付けができない、ビル後に代わって、横付けができる。 ビナスに配線が変更になっていた。2008年12月1日、東日本フェリーの撤退に伴い、東日本フェリーグループ会社である、道南自動車フェリーに譲渡され、青森函館航路に就航している。なお、2014年4月15日をもって、ブルーマーメイドと入れ替わる形で引退した。その後、インドネシアに売却され、バーゴ1 8となり、 澄んだ海峡を横断する航路で運航されている。A デッキ B デッキ1999年10月28日、8時29分頃、青森港、フェリーターミナル第3バースへ着岸する際、A 線の支援を受けていたが強風に圧流され、左限中央部が桟橋先端部に衝突した。衝突により本線は、左限中央部の某現在が大損を生じ、 第3バースの桟橋の先端部約30メートルが、海没した。事故発生当時、天候は、雨で風力7の北東の風が吹き、箱を約1メートルのうねりがあった。事故原因は、強風下での着岸作業にあたって風圧に対する配慮が不十分であったこととされた。ありがとうございます。